はい、どうもです。いつもご視聴ありがとうございます。道楽していいじゃないです。今日の話題ですけど、今日はこのようなものを用意してみました。アスカホウセイさんでいいのかな、吸気穴なしピストンヘッド。ちょっと一回開けちゃったんですけど、吸気穴なしピストンヘッド、ポリアセタール製の、吸気穴がないピストンヘッドになります。ね、まあ、よくあるライラックスとかで売ってるのは、ここに穴が、まあ、いくつか開いてて、いわゆる後方吸気って言われてるやつなんですけど、まあ、こいつはここに穴がついてない前方吸気のピストンヘッド、まあ、丸い東京丸井さんの電動ガンで使われてるピストンは前方吸気、まあ、よく海外製の電動ガンは後方吸気の方がまあ多いですね。カスタムパーツなんかもよく後方吸気のものが多くいいんで、まあ珍しいんですけど、なんで今回こんなものを買ってしまったかというと、丸い化をしたいっていう点がありまして、今までちょっといろんな面から後方吸気だとこれがオーリングの広がりにムラがあって初速がブレてるんじゃないかとかっていう懸念がありまして、でそれが解消できるかどう、ちょっとどうなのかわからないんで、ちょっと試してみようかなっていうので買ってみました。これ東京丸井のピストン一式、これもう穴がない。これは MP5 この間いじらしてもらった時に取り出し品のパーツを、まあ、ごっそりいただいたんで、まあ、ちょうどサンプルの代わりになってよかったんですけど、まあいわゆるポン製なんで結構軽いですね。あんま重たいピストンヘッド使いたくない人なんで、これはいい感じで、実際これがどれくらい気密が取れてるのとかっていうのはまた組んでみないとわからない話なんですけど、適当なピストンとピストンヘッドを用意しまして、ドライバーはこっちだ。ぶっつけ本番でいきなりピストン分解してピストンを組み付けるっていうのはなかなかないと思いますけど、ああなんてこったい。こうなんですね、順番が違うんですね。刺して何かな。これじゃダメ。シリンダーヘッドがついてるやつにしよう。すごい。びくともしない。今適当に油とか
何もつけない状態でやった。逆にこれが押さえてると弾けないんですよね。まあいわゆる注射器的なやつなんですけど、だから前方吸気玉詰まりに弱くて、なんか玉詰まりしてる状態でこれ弾いちゃうとこれ弾けないんで、ピストンクラッシュの原因になっちゃう。だからそういうリスクはあるんですけど、その代わりこの引く力によって弾を引き寄せてることによって球弾が安定する可能性があるらしい。ちょっとこれも組んでみないとわからないんですけど、まあ、試してみる価値はあるかな。ただまあ後方球機、いや前方球機の欠点としては、これが後ろにピストンが下がるときに、さっき言った通りこれ詰まっちゃうのもそうなんですけど、それに対して穴が開いてないんでオーリングが縮まらないんで、ちょっとサイクルに影響が出る可能性があるみたいな話はちょっとよく聞くんで、その辺の懸念もちょっとあります。まあ物は悪くなさそう。今ちょっと触ってる感じでも機密はちゃんと取れてるんで、いいかなと思います。でベアリングもついてないんで、そのままこのネジで使っていけるのも高評価。というわけでした。まあ、組んでみたりするのはちょっと私のスケジュールの都合でしばらくメカボいじりができないんで、まあ、だいぶ先になっちゃうんですけど、まあ、手がつけられるタイミングでやってまた報告ができたらいいかなと思います。はい、というわけで今回はこの辺で、また見てください。バイバーイ。